はい、どうも古田板です。今回は基礎についてのレッスン動画です。タンギングと低音について言及しています。この2つに悩みがある方はぜひチェックしてください。それではメンバーシップ動画のスタートです。今日は何をメインにやりましょうか。なんかちょっとタンギングとかがなんかできなんかあんまり苦手で、タネル・ゴーベールってダブルタンギングの練習とかをしてるんですけど、なんかそれが合ってるのかとか。なるほど。あとなんかちょっと息の音、その低い音になると息の音がすごい気になってしまって、なんかそれでいいのかなと思って。でタンギングと低音の息の音ですね。はい、あれ、じゃあそこら辺をメインに。はい、タパネル・ゴーベールやってるんですね。でもなんか最初しか全然やったことなくて。ああ、はい、まあ別にテキストは何でもいいと思いますけど、はい、うん、じゃあそのタンギングのやつからやってみましょうか。はい、うん、多分低音の適切なタンギングっていうのはあるんですけれども、はい、一応今オクターブ上げて一回やってみましょうか。上のやつで。その下のタンギングっていうのは難しいんですけれども、まあ方法があって、今そのタンギング日本語的に言うと何でやってます？下。そうそうそう、日本語に翻訳すると何でタンギングしてると思います？トゥとかタとかテとかいろいろあると思うんですけど、まあ、トゥ、はい、うん、だとすると、あの下のそのタンギングっていうのは結構その濁点を使った、まあ、よりその下の筋肉を使ったそのタンギングの方がよりよく発音できるんですけど、じゃあ今もう一回ドシラスファミレドって降りてくるんですけれども、その時に下のまあ今ソファファミレドぐらいから怪しいので、そのぐらいになったら、じゃあトゥだとしたらドゥとかドとか、それに近いタンギングで今やってみましょうか。ドシラソファミレ、さっきよりは音が鳴るじゃないですか、はい、もう一回やってみましょう。じゃあ今度はスラで、まあ若干普通に吹いても怪しいかなっていう感じはしますけどね。じゃあソーファゆっくり2拍ぐらいかな。そんなに入っていってないんですよ。多分たくさん入れようと思うとなんか上の音が出ちゃったりオーバーブローになるからっていうので、若干今息の量がソファミレドに行くにつれてちょっと少なくなってるんですよね、うん、なのでなんかため息みたいな感じの息の出し方、はーっていうふーってやると結構低音ってやりづらいので、はー今はーって、そうそうそう、その息の出し方でソファミレでやってみましょう。フフフフフじゃなくてハハハハハみたいな感じ。うん、全然音違うじゃないですか。はい、うん、そう。なので低音、まあほとんどの音を別にそのため息系で僕はいいとは思うんですけれども、うん、特に低音はそのフーっていう感じで吹くと全然息が入らなくて、ここに頼ってならなくなっちゃうので、はい、その感じでやってみましょう。で、ハハハハハで、さっき言ったとドドドドドでもドゥ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 でもディ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 でもいいけど、濁点を使ってタンギングしてみましょう。ソーソーファーファー、
が多分トゥトゥですね。はい。うん、じゃあ、ソで、一つずつ探してみます。はーっていう感じの息入れて。ドとかダとか濁点使ってやってみましょう。ソを伸ばして。ダだと若干音がさっきよりも変な感じになったから、じゃあドゥとかにしてみます。感じで、はい、なんか本当にだとでとどだけでもこのぐらいの差があるんですよ、はい、うん、ってことはなんかすごいその低音がしっかり発音できるそのタンギングっていうのをどこかのタイミングで探さなきゃいけないんですけど、まあ今は探すタイミングに多分来てるってことなんですよ、うん、じゃあまあ息の吐き方はそれでいいので、タンギングの種類、もうちょっと強く発音するといいかもしれないですね。だでもどでもどでも別にそれ以外でもいいんですけどね、はい、うん、じゃあファでやってみましょう。はい、いろいろ探してみてください。うん、でその時に意識したいのが下のどこの部分を上顎のどこの部分にくっつけてるのかっていうのを考えて、で、より鳴る傾向、音が発音がよくできる傾向の方に寄せていくといいですね。はい。設定た気はするんですけど、どっち方面に向けてきました？どこをどうしました？下を、うん、下のどこら辺を、なんか前歯まではいかないんですけど、うん、そのちょっと上とか、ちょっとの上、はい、うん、じゃあ逆に、じゃあ今下先当ててる感じですか？はい、じゃあ下の先じゃなくてここら辺を上顎のここら辺に当てるとどうなります？やってみましょう。はい、まあそこでも結構なりますよね。そうですね、こっちの方がいきやりやすいですか？はい、うん、そうなんですよ。単純にあの下ってあの先っぽより奥の方が筋肉量多いんですよ、うん、まあ想像していただければ分かると思うんですけど、こんな感じに、ね、なってるので、そう、こっちの方が、まあ、力入りやすいんですよね。で、タンギングって結局、その、こうやって弾いたりとか、そういうパワー、だから、なるべくその、ぐって力入った方がいいんですけど、まあ、下先よりも奥の方が結構そういう、破裂音的な意味では、その奥でやった方が、まあ、効果的ではあるんですよね。うん。じゃあ、ミでそれもやってみましょう。やってます、そのピーって言ってるのか、それともえーって言ってるのか、え、うん、一回当ててすぐ離して、うんうん、じゃあそのそれこそデコピンみたいに
猫ピンってこうあったらここにね引っ掛けて力込めて離すじゃないですか、はい、じゃあそのタンギングの時もこうやって引っ掛けてそれをあって強く離すっていう感じでやってみましょうか。そうで多分一番最初にやったやつが結構一番強かったんですけど、はい、なんか裏返っちゃうなと思って今よくしましたよね、はい、そうけどタンギングの強さ的には一番最初の結構一番いいんですよ。で、それで裏返ないようにこっちをちょっとだけ調整してあげるっていう風にすると、はい、多分結構強めなタンギングできるんですけど、タンギングの時にそのさっき言ってた筋肉量の関係で、うん、下先じゃなくてその真ん中の方、うん、って言ってたのはその当てる時に、うん、うん下先をいつも意識してたんですけど、ああ下先ではなくてその真ん中ら辺をなんか気にかけてこう当てるってことですか、うん、まあ物理的にもう真ん中当てちゃうんですよね、そう多分いつもここでやってたと思うので、はいはい、もうタンギングといったらここだろうっていう感じだと思う。まあそれもありです、それもありなんですけど、まあけど結局のところ、はい、メンバーシップ限定のレッスン動画の無料公開はここまでです。続きが気になる方はぜひメンバーシップ登録してくださいね。概要欄の方にメンバーシップ登録用の URL を貼っときますので、ぜひそちらから登録してください。またねー。